はい、見えてます。はい。国内における動きというのは現状ということで、コンソーシアムの活動とかをちょっと皆さんに報告したいと思います。で、これは実は昨年末にですね、アクシスの、年会で報告したことと重複しますけれども、またお付き合いいただければと思います。はい。で、今日の話ですけれども、簡単にこの4つに分かれます。コンソーシアムについてということと、もう一つは、オーキッドのに関するツイートをですね、これちょっと分析したというか、どういうそのツイートされてるかっていうのをちょっと、興味があったので、それを見てみたということと、それから、コンソーシアムはですね、オーキッドのメンバーシップを皆さん案内して、 ABI を実装するっていうところになってますので、それぞれそのメンバー機関がですね、どういう実装してるかっていうことをアンケートしました。で、それをその結果を報告いたします。それから、今後その大きいとどういうふうに活用していくかっていうことをですね、少し我々の方から可能性をですね、いくつか紹介したいと思います。で、まず統計情報ですけれども、これちょっと去年の11月時点の情報なので、少し更新されているかもしれませんけれども、まず全世界での ID の取得者が1000万を超えているということですね。これは研究者、それから研究を支援する人々を含みますけれども、かなりもう普及しつつ、デファクトスタンダードになりつつあるのかなというふうに思います。もちろんこのオーキッドだけでなくて、それぞれ個別の分野でのその ID っていうのもありますよね。それから国ごとにも ID があったりしてっていうので、全部このオーキッドに取って変わるってことはないんですけれども、一つその大きな軸となるものとして、軸となるその人の研究者の PID としては、このオーキッドっていうのはかなりその種類になってきているのかなと思います。で、国内ではこれぐらいいるということですね。それから日本コンソーシアムですけれども、昨年の1月に発足しても1年になります。で、4月から稼働しました。実際にメンバーシップっていうのは4月の、会計年度に合わせて始めたんですけれども、行っています。で、ちょうどですね、いつ入会してもいいっていう形にはなってるんですが、ちょっと事務手続き上ですね、年に2回、4月と10月に入会することにして、入会を始めることにしています。で、4月の入会が2月末が締め切り、それから10月が8月末の締め切りというふうにしております。で、ご検討いただけてるそのところはですね、よろしければ2月末までに、申し込みいただければと思います。あとで、サイトの方をご紹介いたします。それから先ほどちょっとお話ししましたように、会員機関数としては17機関、大学は13で研究機関は3、それからアクシス自身もですね、大学 ICT 推進協議会ですね、こちらの方も1機関として入っております。それから昨年はですね、昨年というか今年度ですねは、COVID-19 の影響で、かなりいろんなことが、に制約がありましたけれども、そもそもこの、コンソーシアムのですね、を設立する準備委員会もですね、ずっとオンラインでやってたので、何の違和感もなく、すっと、こういう、いろんなイベントが、オンラインのイベントができるようになってました。で、まず10月に、API に関する、連絡、連携に関する意見交換会を行いました。これは、API の活用で、この関連する企業の方からの、その提案ですね。これを、お話しいただきました。アトラスさん、SLA トークさん、クライベートアナリティクスさん、ですね。それから JST からは、JALC との連携の話をしていただきました。それから、この後、報告しますけれども、活用に関するアンケートを行いました。それから技術文書の翻訳を公開し、それから年末に、オーキッドの企画セッションを、アクシスの年次大会で行いました。で、ここでもいろんな意見交換をさせていただいています。ツイートなんですけれども、実はその、コンソーシアムのですね、スラックのチャンネルに、オーキッドに言及したツイッターの投稿を表示させています。
で、大きくに対する理解とか意外な意見っていうのがこう見られたので、ちょっとそれをまとめてみたいと思っております。はい。まあ、携帯速解析を使って、単語の出現頻度を見るというふうな分析をしたんですけども、出現頻度をですね、を見てみると、たくさん、こう、言及されてるツイートの中で多かったのが、登録とか業績とか査読ですね。こういうことが多かったです。まあ、非常にそのオーキッドの利用に近い、単語が出てたんですけれども、それ以外もですね、頻度はそんなに大きくなかったんですけれども、更新だとか、紐付けとですよね。紐付けとかそういうことだと思います。それから投稿ですね。論文投稿に、まあ、大きいとか必要だった。大きいと取りましたっていうふうな言及だとか、それから、旧姓ですね。旧姓、お名前の問題っていうのは、まあ、いろいろあって、研究者で、まあ、旧姓、結婚した後に、まあ、性が変わる方がいらっしゃいますよね。で、それでまあ、もう、オーキッド ID だったらそういう、全部その、研究者のですね、童貞を全部、オーキッドのような ID ですればもう問題なくなるんじゃないかっていう、そういうツイートなんかもですね、ありましたね。はい。まあ、こんな感じでございます。どちらかというと、まあ、受け身的なというか、まあ、取りましたとか、ID を取りましたとかいう、ツイートが多かったんですけども、おそらく若手の研究者とか学生さんらしいアカウントでの発言が多かったように思います。はい。次ですけれども、API の実装に関するアンケートで、まあ、これ機関会員の方ですね、メインコンタクトの、まあ、主担当の方にちょっと質問しました。質問内容については、API 何らかのシステム実装してますかとか、そのシステムは何ですかとか、そのプラットフォーム何か、そういったことです。それから、コレクト&コネクトに関する、これちょっと後でお話しますけれども、どこまで達成してるかっていうことをちょっと、聞いてみました。まずですね、連携の実装については、もうすでに完了してるっていうところと、それから検討中であるっていうところの大半でしたね。もう実装作業をやってるというのは一個ありました。それから連携してるシステムについては、やっぱりクリスシステムですね。研究者情報のデータベースが多かったように思います。それからリポジトリなんかに続くというふうな感じですね。はい。それで実際に担当してる部署っていうのはどこかっていうと、やっぱり研究支援の担当部署の方が一番多くて、次いで IT システム、それから図書館、情報センターというところが、まあ、やられているということです。で、こういったその連携について、API の連携について、人材、不足しているものは何があるかっていうと、やっぱり人材が不足しているっていう意見が多かったんですね。それから資金、それからその、こういうことに関する情報ですね。特にこれはコンソーシアムの中の課題でもあるんですけれども、こういったその、技術情報をきちんと共有する、ということが、まあ、やっぱり、まあ、喫緊の課題かなというふうに思ってるんですけれども、あと、まあ、人材資金については、まあ、個々の機関で、その頑張るしかないかなというところで、まあ、なかなかコンソーシアムがですね、お金取ってきますよということはちょっとなかなか難しい。それから、人を雇いましたということはちょっとなかなか難しいというところですね。まあ、こういう、まあ、これ予測された、課題ですけれども、こういった、ご回答がありました。はい。それから、C&C ですけれども、後でちょっとお話ししますけれども、どれくらい実装してるかというところで、まあ、ちょっとこれは、なんですか、ちょっとこういうふうなことですね。コレクト&コネクトですね。まあ、こういう、まず ID を取って、そしてそれを、まあ、オーキッドで表示して、他の情報とつないで、実施機関のシステムと、まあ、同期させるというような、こういうその段階があるんですけども、それどこまでやってるかっていうのがありまして、まず、システム利用者のオーキッドとOAuthを認証して、いますよっていうところが一番多かった。それからディスプレイ、要するに、オーキッドの表示ガイドラインに沿ってシステム上に認証済みの利用者のオーキッドを示しているっていうところですね。で、その後、まあ、認証済みの利用者のオーキッドレコードに情報追加更新してるっていうところですね。で、これは
まあ、大学の方から、大学の研究機関の方から出す情報っていうのは、いわゆるその、書誌情報っていうのではなくて、多分その所属情報だとかっていうことが多いんだと思うんですけども、それを実装しているところも、まあ、6機関ほどありましたということです。はい。ちょっとまあ、時間内の先に行きますね。それから C&C の意見なんですけれども、まあ、ちょっとこういうふうな、自由回答の意見をいただきました。最初のところでは、よくわからないので、誰と話したらいいかわからないというところで、これもコンソーシアムの方でですね、まあ、こういった窓口になれるような、仕組みをですね、ちょっと作らないといけないかなというふうに思っています。それから、三つ目のポツですけれども、オーキットの使い方は、大学の対応は千差万別で、すでにシステムと共存するために、単純にシンクロナイズが良いとも言えないというところですね。まあ、機関によっていろんなやり方があって、連携の仕方があって、まあ、自分のところでもすでにクリスシステムがあるところは、まあ、一緒にそこでやってるだとか、それを持ってないところは、例えばソサイティ2オーキットみたいなものを、利用して、データを、エクスチェンジするというふうなこともあるのかなと思います。はい。オーキットの実装に関する意見としては、やっぱりその、認証のところは結構難しいっていうお話だとか、それから、実例ですね。実装例を共有してほしいっていうことが、まあ、あったりとか、それから API の使い方に関する情報が不足していますよっていうふうなことで、まあ、これは本当にコンソーシアムの方で、すでに、実装した機関ありますので、そういうところの、まあ、技術情報をシェアするということを進めていきたいと思います。すでにオーキットの方で公開、オーキットの本部の方で公開している技術情報は翻訳して、それを見えるようにしていますので、そちらの方もご覧いただければと思いますけれども、まあ、実際にこの実装するというところは具体的な課題とか出てくると思うんで、まあ、そこら辺のことをですね、まあ、コンソーシアムを通して、まあ、共有できるようにしたいなと思っています。まあ、ニュージーランドのオーキットハブに関心があるという話だとか、システム面以外でも同様の熟成度モデルがあったら参考にしたいというふうなご意見がありました。はい。で、ちょっと最後にですね、実はオーキットってやっぱり、なんていうのかな、名寄せですね、論文情報の名寄せっていうところで、一番、注目されているのかなと思います。しかしながらですね、これ以外にもですね、使う用途あるんですね。例えば、対象は研究者だけではないっていうところ。例えば学生さんですね。これ総研大の方でもそういう取り組みなさってるってことだと思います。卒業生ですね。卒業生がどういう、キャリアを積んでいってるかっていうのをトラックしたいと。いうところで、まあ、総研内では、まあ、学生さんに必ず、アイディアを取らせているというふうなことを伺っております。それから、先ほどのクイズのところでもありましたけれども、大学のスタッフの方だとか、URA の方ですね。この方々、それから、研究サポートする、研究室で、個別にサポートするという意味では、秘書の方ですね。この方も、やっぱり、アイディアを取って、で、秘書の方って、ある程度、こう、ずっと、まあ、雇われてる場合とか、それから、まあ、短期で雇われてる場合とか、まあ、場合によってはですね、研究室を、こう、移動されるときもあるんですね。そうすると、一個アイディアを取るときはですね、ずっとそれを使えるというところもあるんで、そういった、活用もありますよということを、まあ、周知していくと、まあ、いろいろと、理解が深まり、理解者も深まって、広まっていくかなと思います。それから、二つ目のポツですけれども、学位情報の提供ですね。これ、学位証明っていうのは、本人から大学へ申請して初めて学位証明書をもらえるんですね。で、まあ、通常、例えば、なんか、ポストの公募をするときには、本人がそれを取って、まあ、申請、公募のところに送るんですけれども、まあ、そうでなくって、このオーキッドの ID のアカウントのところに、そういった学位証明が、ソース情報に大学の名前が載った形で示してあると、非常にその、手軽にですね、そういう、信頼のある学位情報っていうのが、得られるようになれるのかな、ということですね。これは今後必要なことだと思います。それから、もう一つ、所属情報ですね。これもですね、今、オーキットで自分で、まあ、入力
することができるんですが、そこはどうしても本人の、まあ、オレオレ情報になってしまいますので、きちんと所属している在職証明をですね、在職証明の情報を、まあ、大きく提供するという形で、このサービスができればいいかなと思っています。こういった、可能性の事例っていうのは、できれば、そのコンソーシアムを中心にですね、実装が、の工夫をですね、していきたいと思います。実際に実装するのには、皆さんのご協力だとか、機関のご協力がないとダメなので、こういった、工夫をですね、まあ、皆さんとこう、シェアしていきながら、行っていきたいと思っています。で、先ほど申し上げたように、その、2020年度の後期の締め切りって、あ、すいません、これ2020年度後期というか、まあ、4月からですね、は、2月末になっております。で、orkid-jp.net、これは orkid日本コンソーシアムの、ウェブページです。こちらの方の入会案内というところから、情報が取れますので、こちらをご覧になって、機関で参加したいと言われる方は、ぜひ参加してください。今17期間で3、20期間になるとですね、さらに今5000ドルだと思うんですけど、4000ドルに下がります。ぜひ参加していただければというふうに思います。はい、私からは以上でございます。ありがとうございました。はい、森先生ありがとうございます。それでは、矢吹さんもステージにお戻りいただいて。はい。はい。ありがとうございます。ですね、最初の方で、手違いが多々発生いたしまして、大変申し訳ありませんでした。他の英語のセッションと混戦していた模様です。2番目のオーキッドクイズからは皆さん、ポールの方にも参加していただいて、ありがとうございます。それで今コメントを、森先生お話しいただいている間に結構コメントいただいたりしてたんですけども、その中からいくつか質問としてピックアップしておいて、行きました。もう答えたものもあるとは思うんですけれども、リサーチマップに集めてたんだけど、そこはつながらないのかなっていうお話。これはコメントを戻っていただくとわかるんですけども、リサーチマップ側からオーキッドに流すっていう、そこが、一つブリッジが必要なのかなと思うんですけども、メンバー機関になってる大学さんですとかだと、大学のシステムをマスターにして、それがリサーチマップにもつながり、オーキッドにもつながりっていうふうになってるので、大学の、そこだけきっちりしておけば全部解決してくれるっていうようなサービスにつながっていくので、それが一番現実的なのかなというふうな、気がしました。はい。ですね。はい。それから、二つ目が、機関リポジトリ5っていうのが思ったより多いと思いました。事例を聞いてみたいですっていうのが、田辺さんからのコメントとしてありました。はい。機関リポジトリはですね、東工大が、連携しています。うん。で、ただですね、機関リポジトリを連携した場合に、そのリポジトリの運営の状況によって、かなりその、いろいろとこの違いがあると思うんですけども、結構うちのリポジトリって、情報入れたら、いわゆるその、フルテキスト公開が原則なので、そのあたりの著作権とかそういうのあたりのですね、公開してかどうかっていうの調査があるんですよ。だから、あんまりたくさんその、一気に来ると、すごい困るっていうふうに言われたりしてですね、そこのところが結構ハードルになって、まあ、なかなかその、まあ、そもそもリポジトリの目的と、その、オーキッドの目的とちょっとやっぱりずれてるところがあるんで、うん、まあ、相性がいいって言ったら、やっぱりクリスシステムですよね。研究者情報の方が、DB スパイラルとか、ああいうの方がやっぱり相性がいいのかなというふうな、感想は持ちますね。うん、はい。そうですね。おっしゃる通りです。青木先生からもコメントをいただいてます。大学をハブに使うのは、このインターフェースちょっとタイプしにくいんですよね。変換実行ってしたつもりが、すぐ流れてったんで、要は、大学を移動すると、途端に、元に戻っちゃうっていうことだったと思うんですね。青木先生のご指摘、おっしゃる通りだと思います。ですので、すべての機関がオーキッドのメンバーになっていただくといいな、というふうに思うんですけど、多分それが究極の解決策なんではないかな、というふうに思います。はい。
大体、お時間にもなってきたんですけれども、どうでしょうか。本日、そんなにね、数、たくさんの、何百人もではなかったんですけれども、今日ちょっとこういう、ピラパルーザの機会を借りて、日本の、まあ、PID の101から始めて、オーキッドの日本語のセッションを、開催することができて、大変、良かったと思います。ピラパルーザ、24時間続きますんで、今日の夜中まで、私頑張ります。のでぜひ英語のセッション他にもありますのでもともと登録は無料ですから他にもセッションぜひ覗いて行っていただければと思います。でここ顔出てきてないんですけれども、裏方でいろいろやってくれた、ジョンとか他の方々カミリアとか、どうもありがとうございました。はい、1個だけいいですか。令和2年度か、第3次補正予算が出て、なんか緊急 DX っていうのでですね、まあ、お金が、つきそうな感じで、まあ、つくところとつかないところとあると思うんですけれども、その中にですね、研究者プロフィールとか、まあ、研究支援をする人のプロフィールとかの情報をきちんと整備しましょうって話が、なんか計画としてあって、で、それはもう、オーキッド、前提だということなんですね。なので、ぜひ、ここで、参加されてる方の中に、まあ、URL の方だとか、そういう研究支援に携わってる方がいると思うんですけども、ぜひぜひ、期間で、やっぱりきちんと、こういうオーキッド参加して、で、それで、きちんと ID 整備していきましょうっていう声をですね、いわゆる、ボトムアップで、言っていただくと、そういう、政策との結びつきが、まあ、実現できると思うんで、ぜひ、期間内でそういう発言をしていただければと思います。これは、私からお願いです。はい、森先生、ありがとうございました。言い忘れたんですけれども、終わったセッションとかも、録画全部視聴できるようになってますので、ぜひ入って、ご覧になってみてください。じゃあ、今日は、皆さん本当にありがとうございました。終わります。さよなら。